い、クジラクジラ。なんだね。才能という才能が乱れ咲いているストーンズいんじゃん。いるね。その不動のエース、ルイス市川ジェシーいんじゃん。いるね。ジェシーの今期のドラマ見てるか。ごめん、見てないんだよ。だろうな、クジラが見ないから視聴率が 1% になりそうなんだよ。どんなドラマなの。うちに聞いてる。こうなんか、主人公と相手がいて、ほら、あれする感じだな。スエラさんも見ていないのよ。そんな気がした。でもさ、ジェシーの演技力が高く評価されて、映画化が決定したってさ。うん。ジェシーに伝えてみたら、どんなリアクションするのかな。すごい。映画化が決定したの。違うんだよ。そういうドッキリをしたら、どうかなと思って。まずジェシーが喜ぶわけじゃん、映画化決定に。うん。その後に、巨大タガメを食わすんだよ。どうして。ドッキリだからだよ。その後に熱湯をかけてさ。ダメだと思うよ。消火器を顔にぶっかけてネタバラシするのはどうだろう。